どうもこんにちは、ガチャです。私久々にちょっと長めの旅に出ます。ということでパッキングをしていこうと思うんですけど、まあ内容はそんなにいつもと変わらない。さて今回のリュックは久々の登場、キャビンゼロでございます。あとサブバッグは折りたためるショルダーバッグです。このリュックとショルダーバッグの素晴らしさはこちらの動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。そして今回の荷物たちがこちら。いつもと変わらない顔ぶれなのでささっと紹介していきます。チャンネル。まずは着替え。私は何泊しようと基本的に1泊分の着替えしか持っていかないので、今回も1泊分です。 T シャツ1枚と下着、あとは部屋着用のユニクロで買ったズボン。今回は1週間なので外出用のズボンもちょいちょい洗いたいので、洗って乾かしている間はこのユニクロのズボンで過ごすつもりです。ちなみにこのズボン伸縮性も速乾性も素晴らしいので旅向けのアイテムだと思います。続いてはカメラ関係いきましょう。動画撮影用のオズモポケット、今回は1週間なので予備の SD カードも持っていきます。写真用のコンデジ、先代が壊れたと思って買ってしまったソニーの RX100M7 です。でも今ね撮影に使っているので中身は空っぽです。今回行く場所は多分星とかも綺麗だと思うので、動画だけでなく写真もたくさん撮ってこようと思います。そして三脚。この三脚は私の好きな YouTuber さんが使っているものと多分同じやつです。ホテルでルーティン動画を撮るときとか高さを調整するのに苦労していたので買ってみました。続いて充電機器類。こちら一番どうにかしたいモバイルバッテリー。動画を撮るときは絶対これがないとダメなんですけど、まあかさばる。12000mAh の大容量でここまでコンパクトなのはありがたいけどかさばる。あとスマホ用のモバイルバッテリーも持っていきます。もうね5年くらい使ってるスマホなので充電の減りがびっくりするほど早いんですよ。だから本当はカメラじゃなくてスマホを買いたかったんです。でもカメラ買っちゃったんでしばらくはこのモバイルバッテリーのお世話になります。そしてケーブル類がごちゃごちゃとあります。カメラとスマホ用のケーブルです。充電するものがたくさんある人の必須アイテム、タップも持っていきます。 USB とコンセントがそれぞれ2個ずつ使えます。そして今回レンタカーで移動予定なので車の中で充電するときに使うカーチャージャーと、ドライブ中の景色を撮影するためのクリップ、続いて化粧品とか洗面道具類。今回はというか今回も化粧品は持っていきません。私化粧に対する熱量みたいなのの上がり下がりがあって今すごい下がってるのでめんどくさい気持ちが勝ってます。でも日焼け対策はしっかりしておきたいので日焼け止めだけは持っていきます。でその日焼け止めを落とすための化粧落とし、1週間分なのでいつもより多め。あと気休めの化粧水、リップクリーム、ワセリン、ヘアオイル、これ100均のです。そしてアメニティが怪しい宿にも泊まる予定なので折りたためる歯ブラシと、モンベルの折りたためる速乾タオル。多分シャンプーとコンディショナーはあると思うんだよね、まあ、もしなかったらその時考えます。あと今回洗濯機のある宿にも泊まる予定なので洗剤も持っていきます。ズボンも手洗いしてもいいんですけど脱水がものすごく大変なので今回は洗濯機のお力を借りたいと思います。洗濯機のない宿では T シャツとかはいつも通り手洗いなのでジップロック的な袋も持っていきます。あとコメントで
教えていただいたんですけど、足踏みで脱水するときはこういうビニール袋を使うと直接床に触れなくていいということだったので、脱水用にちょっと大きめのビニール袋を持っていきます。ビニール袋はゴミ袋とかにも使えるので余分に持っていきます。あとは細々したものなんですけど、頭痛薬その他もろもろ、エコバッグ、ティッシュ、ウェットティッシュ、ハンカチ、メガネの曇り止め、折りたたみ傘。今回台風が近づいてるらしいので天気がものすごく心配です。そして財布、スイカ、以上じゃない、これこれ、折りたたみお箸。はい、というわけでパッキングも完了したので、あとは出発の朝を迎えるだけです。行き先は一体どこでしょうか。ヒントは一周します。一週間で一周しますってヒントになってるかな。まあ皆さん次回の動画をお楽しみに。それではまた。